今回もいつも楽しい配信をありがとうございます。カンボコちゃんに質問なのですが、カンボコちゃんが考える現在のウニのキャラランク表はどんな感じでしょうか。答えにくい内容かもしれませんが、お答えいただけると幸いです。これは答えられないこれすごいよね。またあれだよね、こう狙ってんだよな、このカモコちゃんに対するお便りにすることでうまく逃げてられないかっていう、こうなんだろう、気遣いなのか何なのか、テクニックを感じるわ、小賢しさを感じる小賢しさを感じるって言い方よくないけど、公式挑戦者発表キャラランキング炎上だよこんな。まあなんだな、俺はまあその真面目な話をすると、キャラランクというか強い弱いはまあさすがにやっぱ発生はすると思うのよ。その現在のアンダーナイトインバースがもう全員そのなんだ全く同じ強さであるとはまあ思ってはないんだけど、その感覚と実際のデータ上の差っていうのはちょっとずれてるなとは思います。感覚的にこのキャラってもうちょっと、違う、データとしてはこのキャラ、その数値だね、パラメータ、スタッツ、そのリーチだったり判定だったりの強さとか、そのコンボダメージ、火力、運ぶ距離とかのスタッツを見たときに、その世間的に言われてるほどそんなにかみたいなキャラは確かにいるような気もするんだけど、実際にそれって、格ゲーのキャラって使い手にかなり左右されるっていうのはやっぱあるじゃない、実際のところ。まあとりあえず答えらんないんだけど、これはさすがにね、さすがに答えらんないんだけど、そのデータ上で見た時の強さと実際に現状そのプレイヤーが思ってるやつ、まあそんなにめちゃくちゃずれてるわけではないけど、多少のずれはあったりするし、なんだろうな、まあ、要するにプレイヤー依存なんですわ、ここって。誰が強いって話なのよ。どんなに弱いキャラがね、例えばいても、その人がさ、ずっと優勝していたら、みんな強く感じるじゃん、実際のところ。で、実際のところ、事実として強いわけじゃん。強いというか、勝ってるわけじゃん、そのキャラクターが。ってことは、じゃあ、そのキャラって強いんじゃないのってなるけど、いや、そいつが強いだけなんだよって言われたら、せやな、みたいな感じになる。なんか似たような話、そういえば、原田のバーで原田さんも話してますよね。データ上、人が公開というかその配信で話していたデータがどういうデータなのか俺知らないけど、知りませんが、その、統計的に、このキャラの勝率がいくつ、誰に対してダイアグラム的にどれぐらい勝ってるっていう数値が出ているっていうのがあって、それを見ると、なんか、ガンリュウがすげえ上の方にいるとかさ、なんかあったじゃないですか。あいつが強い、みたいな。実際、スト2じゃない、スト5でも、ホンダってかなり上の方なんですよね、確か。違ったっけだデータだけで見ると、あ、データじゃないや、ごめん。なんだ。勝ち負けの数字とかだけで見ると結構変な感じになったりする。けど、事実としてこいつが勝ってるのは実際そうだし、言い出すとなかなかね変な感じになるんだよね。なんで、まあ、キャラランクって実際そのどういう気持ちで作っていくのみたいなね、なかなかね悩ましいんだよね。まあ一方で例えばそのゲームを作って俺がそのバトルを調整しますと言った時にキャラランクはつけます、当然なんだけどつけます。キャラランクはつけるんだけど、別にそのキャラランク表を元に調整するわけではない。一応その意見をまとめたり、自分の中の、なんつうのかな、考えを整理する、客観的に見る資料として作る。それは、ね、絶対やる。なんだろうな、これをやるときに本当に難しいんだけど、客観視ね、できてない調整が一番怖いなって思ってるんですよね、俺としてはね。その自分なりの、なんか着眼点を持ってこういう風に調整しようっていうのはやるんだけど、これただの思念じゃねみたいな、そういう調整になったらさ、やばいじゃん、まあ、言ってしまうとね。そうはならないようにやっぱ資料とかデータ作りっていうのがすごい大事なわけ、俺はね、そう思ってるんだけど、その時に
まず自分の中でどういう強さにな、俺は思ってるのかなっていうランクをつけるのよ。で、つけたときに、いや、でも実際この数値と、その、なんだ、まあ、なんつうかな、そのスタッツというか、性能を見たときに、なんか違う気がするなって思ったら、これはもしかしたらそこに何かヒントがあるかもしれないっていうデータとして作るっていうのはやる。だけど、その表は言ってしまうと、俺が書くとき毎回書くんだけど、あの、瀬戸括弧欧州筆頭みたいなね、そういう表になるわけ。あのちゃんと名前で書く。あの、欧州さんだけじゃないんですよ。ほんといろんなキャラ、いろんなプレイヤー、瀬戸もいろんなプレイヤーで書くんですよ。この人だったらこの辺みたいな。言ってしまうとね、これはあの、失礼には当たらないと思うんで言っちゃうんだけど、この人がこのぐらい勝ってると思ってるから、この人が使うこのキャラはこの辺にいるんじゃねみたいなね。とかも書くんですよ。書くというか作るのね。っていうのを何のためにやるかっつうと、自分の頭の中にあるそのなんだろう、感覚をちゃんと書き出して客観的に見ることで、なんか俺の中でそのちゃんと理由付けをするというかをやってるんですよね。だからそれをね、外に出すとね、相当やばくて、さすがにね、まずいですね。出せない、出せるわけがない。まあ、最終的には、あの、気分で調整されることもあるから、気分でって言うとちょっと失礼ですね。その、俺はこの方が絶対面白いと思うっていう部分に、どうしても委ねられる瞬間はあるのよ。どっちでも大して変わんないけど、どっちにするっていう瞬間はどうしても発生するから、その時に、いや、俺はこっちの方がゲームの方向性としてはいいと思うっていうね、筋肉マンみたいな、私はいいと思うってなる瞬間があるんだけど、その時に最終的に委ねられるまでに、いかにね、ロジカルというか、なんだろうな、作れるかっていう話になると俺は思ってるんだよね。っていう意味で、キャラランク表を作るのは大変楽しいんですが、まあ、答えられないですね。答えられない。まあでもあれだよな、そのうちデータで誰がどれぐらい勝ってるかみたいなやつは話せると面白いかもしれないですね。APM3 版とかだったら、まあ結構話せるんじゃないのかなと思うんだけど、まあちょっとわからんな。データがどれぐらい取れてるかっていうのをちょっと確認しないとって感じだけど。まあそれこそ、もともと APM2 でやってた時のウニのそのリザルトって綺麗に出てるんだけど、なんだろう、あの、使い手が少ないキャラとかは無理なんだわ。無理。あの、データになってない。あの、ケイアス、もう定期的に話すけど、ケイアス譲り派ですごいケイアスが勝ってみたいなやつね。しょうがないじゃん、それもうなんか。どっちがどうとかじゃなくてさ、これ、特定のプレイヤー同士のせいではみたいな。あの、単純に試合数が少ないだけではみたいなやつは、ね、なくはないのよ。あの、10-0がついてるやつとかね。これ、この組み合わせで対戦してるのほとんどないみたいなやつ。ウニぐらいのゲームだとね、発生しちゃうんだよね。まあ、とりあえずそういう感じなんで、キャラランクは答えることができません。